高崎親賞高崎親賞から1920年12月27日は、日本の江戸大正時代の武士、警察官、政治家、貴族院議員。陽名は、半十郎。名前は音読みで、新士用とも読まれる。高崎親、広氏の長男、鹿児島県出身、男性、内務省警視庁に入庁。初任は、警部補。1876年。 同郷の同僚である中原久浦と共に母産のため帰郷した。実際は下アしていた西郷隆盛の実情を視察するため川地都吉大警視の密命を受けたものであった。ところが西郷の私学校から武器、弾薬を勝手に持ち出したため私学校の生徒らに捕らえられた。これが西南戦争の引き金となった参照。 父の親広氏はこの時故郷にいたが、皇軍にこうしてはならないと主張し、西郷軍に殺されている。西南戦争後救出され、順調に出世。地方官を歴任し、1892年11月内務省、警保局長。その後は知事を歴任。茨城県、長野県、岡山県、宮城県、京都府、大阪府で、それぞれ知事を務めた。 岡山では陸軍省と交渉し、技術者の吉村調査区を招いて水道工事を行わせた。水道の普及により、これらの害は後を絶ったという。京都では事業の再構築や農業開発など積極策を打ち出し、文部省の教育方針に対して地方の状況を知らずして全国一様のことをしようとしても無理だと注文をつけるなど数々の逸話を残した。 また検案となっていた、不調者改築について、不議会の承認にこぎつけた。大阪府知事としては、1903年、府の教科書採用にあたって各社から賄賂を取り立てた、ためち家事課逮捕の見込みと、新聞各紙に報じられた。立憲はされなかったが、高崎は、マスメディアに抗議することも、管理部辱罪で告訴することもしなかった。宮武骸骨は、 国慶新聞で高崎が告訴しない件について質問状を掲載し回答があるまで迷子を連載すると表明した。高崎は回答せず代わりに大阪府警は噴撃した傍観者が国慶新聞社を襲撃するとの当初があったので警戒に当たると称し国慶新聞社を監視下に置いた。さらに宮武が他市の引用として挙げた記事によると府警は 国慶新聞取扱店に傍観が暴れる恐れがあるから扱いを止めるよう忠告したが、それは国慶新聞に高崎攻撃を止めさせるためで止めなければ不慶の仕込んだ傍観が暴れる手はずになっていたのだと言う。結局国慶新聞のキャンペーンは断続的に1905年まで続いたが同志の通関100号をもって終了となった。しかし、 その後も同志は高崎不正に対決姿勢を取り続け、それは同志の廃管まで続いた。大阪府知事退任後、肖像くらいの理解に除せられ、1903年7月15日、貴族院直選議員となる。後日本成功所代表取締役社長をはじめ、何和銀行、大阪上東都地会社などの役員を歴任。1906年、 君一等局日大受賞助君。1912年4月9日、金景観志向を仰せつけられた。1917年、手塚山学院の初代理事長に迎えられ、現職のまま死去した。ありがとうございます。